どうも、孫拓氏の AK YouTuber、トラマです。今日では、ついに阪神タイガース、優勝マジックが、いつぶりかに、何年ぶりかちょっと思い出せないですね。僕の記憶が間違ってなければ、2010年以来か。10出たかな？結構、僅差だったんでね、中日巨人とね。で、最後中日がこうね、優勝したってだったんで、マジック出てない説はあるな。本当に、だからもう、本当に十何年ぶりのね、まあ、10年ぶりぐらいの、優勝マジック戦闘がね、今日ね、点灯します。まあ、この勢いをね、もう広島カープは止まりません。まあ、さらにさらに、秋山翔吾がいないと。石川龍馬、天敵石川龍馬はちょっと帰ってきたんですけど、これ、ね、秋山翔吾マックいないカープには、そう簡単に阪神タイガース負けないですよ。ということでね、もうかなりの確率でね、今日、マジック点灯ね、すると思います。まあ、ただね、マスダスタジアムということだけあって、やっぱね、このマスダスタジアムでは逆転のカープね、結構力発揮してくるんで、そこだけ本当にね、気をつけて。まあ、我らは無敵をね、リリーフ陣なんで、大丈夫だと思うんですけど、そこだけね、ちょっと気をつけて、やっていきましょう。かっ飛ばせ、森下、森下、森下、かっ飛ばせ、森、お！お！行った？行った？行くんじゃん！おい、来たー！おい！おい、おい実家なんか喋らんかい、おい！なんで無言やねん、おい！え？実況喋ってないよね、これ。なんで実況無言なん、これ。ホームランオーケー！森下かいやー森下マジでいいとこしか打たないな。マジで森下のホームランマジで。価値あるとこでしか打たない。最高やな。やばいな。で、これ何どこテレビ新表紙やったっけ森下のホームラン無言やん。ひいきしすぎやろこんな。こんなことがあっていいのか。やばいな。森下のあの打球上がった瞬間から、その入って5秒や10秒くらい何も喋れなかったけど。そんなひいきする。そんなひいきするかで、ね。そこにびっくりだ、マジで。子供はな、よく阪神戦で打つからな、マジでな。ちょ、子供だけはちょっと回しとこうか。マジでなんか阪神戦だけめっちゃ打つんよな。でもなんかその子まで別に阪神戦めっちゃ4割とか打ってるわけじゃないんだけど、なんかこう、点に必ず絡んでくるとか、そう、タイムリーとかなんか必ず打ってくるからな。ん？うわ！またかお前はまたやん嘘やろちょっと打ちすぎやって打ちすぎ阪神戦で打ちすぎやろマジでどうやってんのこれマジでしかも、マッサタジャムはね、やっぱそんな大きくないよなよーガッドしたいアイモーリしたいよしいーよっしゃねーよっしゃよーモリスタ神やモリスタエグいモリスタエグすぎやろマジで一人で4打点3回表で輝くはだらどはしんだよウォー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 走ったよフレー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 バザイバザイウホーラーホーラーテールよーし、OK、帰ってこい、森下、森下、いいやろ、よーし、帰ってこい、森下、おーしおい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 てるーてるーおーってだっけおい優勝マジック、点灯タイガースフレー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 ああ、大阪大将の時代終わったんや、もう。はい、現順いやいや、ファウルやろもう、西川やっぱこいつはマジで、何でそのバッティングはなんでこれでヒットが打てんねんおかしいやろどんな理論やねこれ説明せえ、バッティング理論どんなバッティングしたねこれもっかい見して、今の。なんだ、今の、これおかしいやろ、こんな。なんでそれがしかもフェアゾーンに入ってんねんファウルやろ、どう考えても、あんなバッティングは。どんなバッティングしとんねん、ほんまー。天敵オールスターズの4番やな、これ。帰ろうよー。みんなに答える勝利の投球、ここで抑えろ、西潤。いけ長瀬近藤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 マジかマジかでも西川足遅い西潤粘ってよー、ここはここは粘るとこやん。いやー。
アイザーもなー、うまいバッティングするな、意外と。そう、マジか。いや、西陣はでも悪くないな、これでも。投げたコースは、いいよ、全然。行くだよ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 バラーもーだからこれだから松田は嫌いやねん、お前松田はこれだから嫌いやねん、マジで。もうバックいなくなったと思ったらお前勝手に言ったぞ、お前。せっかくマッコランクあったのに、マジかよ。いやー。パラパラパ、シナモトー、パラパラパー。あー、このままマジで。やられた。このまま。このままマジで。マジで子供やな。どんだけ打つねん、マジで。阪神戦でマジでなぁ、こう、おーい！マジで子供やなぁ。なんだよな、これなぁ。引き締めしても、そのことマジで。いえーあー待って待って待って、いいか、立てもう、西川ほんま、なんだよ、マジで。西川子供西川子供キモい、マジで。こいつら阪神戦ばっかや。しまおうぜ、もうダメやったら、お前誰が抑えたらいいねん、マジで。まっすぐ甲子園で試合やろうや。松田は嫌やー、おー。いやー、松田は嫌やー。3点差はちょっとしんどいよ。岡田の言ったれ。よっしゃ。アウト！シェーパ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 ーアウトーパ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 ーアウトーオッケー流れ変わるぞ、これ。流れ変わるぞ、これ。マジで。ちょっと8回チャンスやな。9回すと矢崎出てくるから8回やな。森下ぶち込んだね、マジで。同点ツーラン大上は、同点ツーラン大上は、同点ツーラン大上は。いけ！伸びろ！伸びろ！伸びろ！ダメよ！入れ！入れ！入るか！入るか！あー！おっしゃ！よし！もう一回だけ！よいよい！タイガース！チャース！ルルルはい、ルルルルいいぞいいぞオーエバーおいおいいいぞいいぞオーエバーあるぞ、これ、全然。追いつくぞ、これ。それで、まっすぐスマ続けられたら打ちますよ、大山さんは。打てるー打てるーなんで安心やねん。カートアサヘイトハラ、いけんぞ。あー脱ぎ逃したんだから、それここに立つ、いけ、よし、いけよ、脱ぎよ、このエラショ、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 なんでやねん、もうなんでやねん、なんでノーアウトに三塁点が入らへんねん、おい。もうマジかー、そう。8回めちゃチャンスやったのにゃー。おいろー、次回戻るー。カットだぜー。オッケー、よし、あー、せやん、近本。チカちゃん、チカちゃん、チカモトゥー、チカモトゲッツァーやろー。いやー、チカモトのゲッツってなんか、出てほしくない時に絶対出るような。しかもそのゲッツアンってのは放送なんやけど、その、まれに会った時のそのまれが、一番出て欲しいところに出んのよ。いやー、これ最悪や、マジで。いや、でもまああれか、仲間が繋いで1点返して、森下、逆転ホームラン。これでいこうか。フリータイムリーナカルー。おいよしー仲良ーナイスー、さあさあ、ちょっと言った通りになるかもな。あと森下がホームランでは完璧よ。この4打数4安打の森下が。5アス5アンダー。レフトサンドに付き合わせます。森下、あいやー飛ばせー。森下、あいやー飛ばせー。森下、森下ー。森下まあ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 。まあまあ、以上。言うて、言うてかな。言うてかな。
7ゲームありますから、まだ。正直だから7ゲームあるからな。うん。まあ、この今日のした逆転負けは悔しいけど、正直そんな3立てされなかったらいいから、この3連戦。うん。連勝はいつまでも続かん。まあ、最後にね、1点返したと。うん。そこがね、明日に繋がるんじゃないかと思います。まあ、この3連戦、まあ、1勝したらもう、広島カープのね、優勝だいぶなくなるんで、3立てされなかったら、それでいいです。よろしく。